俺を探してたって。自然を愛する心が今戦う力を生み出します。次回ベスト1獅子吠える。今天の音色が響き、大いなる精霊の王がその姿を現します。次回クエストに精霊王を立つ。イエロー、俺の命に変えてもお前の姿を取り戻す。待っていてくれ。このままではイエローの生命エネルギーはやがて尽きてしまう。次回クエスト3、現しが消える。ブラック、これからお前の面倒は一切見ない。自分のことは自分でやるんだな。ブルー、待ってくれ。自分は次回クエスト4、2人で裏際。聖なる巻物には新たなパワーアニマルの存在が記されていました。テトムが祈る時、山のごとき聖獣が現れます。次回クエスト5、山が動く。オルグはこの結婚式場の中に潜伏している。みんな絶対に探し出すんだ。ドスコイ。次回クエスト6、牛焦がれる。まだらの槍、それって一体。ガオブルー、呼びかけるのです、心の声で。次回クエスト7、夢が語る。レッドに恋人？そう、だからコアの邪魔をしちゃダメなんだから。次回クエスト8、犬走る。ワシオの前に現れた不思議な双子の少年。君たちは一体誰なんだ？次回クエスト9、双子が微笑む。不思議な森に迷い込んでしまったガオレンジャー。彼らはそこで素敵な奇跡を見るのです。次回にクエスト10、月が招く。うち父さんから教わった武道を極めた方よ。父親を思う気持ちがガオホワイトの闘志に火をつけるのです。次回クエスト11、父親上京。コピーガオレンジャー、お前らみんなコピーしてやる。偽物なんかに負けてたまるか。次回クエスト12、本物はどっち。ついにガオの卵から妖怪が姿を現しました。かわいい。しかし5人の前に主典が立ちふさがるのです。次回クエスト13、産声が凍る。主典、お前みたいな奴らに地球の命を傷つけさせたりはしない。戦士たちの思いが翼となって大空を駆けるのです。次回クエスト14、魂の鳥が叫ぶ。新しいハイネスデューク、ウラの怪しげな行動。月光のもと目覚める者、それは一体。次回クエスト15、鬼吠える。恨みだけが胸に渦巻く。老気の笛が響くとき、3体の魔獣が姿を現すのです。次回クエスト16、魔敵とどろく。私信じてる、ガオエレファントは元気でいるって。きっとそうさ、俺たちでガオエレファントを探し出そうぜ。次回クエスト17、象が消えて。時計オルグが時を刻むとき、老気の時空を超えた復讐が始まるのです。見せてやろう我が新しき魔獣の力を。次回クエスト18、魔獣武装。思い出の人との再会、揺れ動く思いけれども、それはオルグの卑劣な罠だったのです。うわ。次回クエスト19、猛牛脱退。あれは原付オルグ、なぜだ。お前は俺が封じたはずだ。イエロー、お前の過去に何があったんだ。次回クエスト20、ニコ囚わる。
度こそガオレンジャーの最後だぜ。あー、ガオレンジャー最大のピンチかな。次回クエスト21、老騎魔導。ウラの非常な企みがガオブラックを、そしてローキまでをも追い詰めるのです。ローキ、思い出せ、頑張りそう。次回クエスト22、巨牛壊れる。満月が俺に力を与える。今日がお前たちの最後だ。思い出して、ローキ、あなたは人間なのよ。違う、俺はデュークオルグ、ローキ。次回クエスト23、ローキシス。自ら犯した過ちは自らで始末をつける。狼の魂が吠える時、白金の戦士が生まれます。ガオアクセス。次回クエスト24、銀狼をひらめく。ウラ様の次のハイネスはやっぱりこのヤバイバー様だな。違うみたいです。あ、次回クエスト25、三代目鬼姫参上。四代目ネーラを。手を出すな。お前たちの力は必要ない。どうして、私たち千年の時を隔ててやっと出会えた仲間なんだよ。次回クエスト26、老騎再び。シルバー。ズボールグに封印されてしまったガオキングを救うため、今新たな魂の鳥が誕生しますが、あ、だだ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 、こいつ性格悪い。次回クエスト27、ヒナがすねる。トルネードスピン、この奥義を身につけなきゃ奴には勝てない。うわ、怒涛のサメよ燃え上がれ。次回クエスト28、奥義伝承。ガオディアス、お前の力を貸してくれ。聖なる巫女の歌声がシルバーの思いを伝えます。次回クエスト29、鹿が癒す。囚われの戦士の雄たけびが響くとき、ウラの真の目的が明かされるのです。次回クエスト30、満月が狼を殺す。俺は諦めない。全ての命を守るために、俺は灼熱の戦士。次回クエスト31、百獣戦隊全滅。ついに第三のハイネスが姿を現します。その名は絶望の王子、ハイネスデューク・ラセツ。次回クエスト32、三匹が食う。新たなハイネス、ラセツ、フォーメーションプレーで勝負だ。しかしそこにはまた謎の少年風太郎が。次回クエスト33、少年が祈る。人の心を持ってしまったオルグの悲しみが戦士の心を打つのです。次回クエスト34、鉄人オルグ泣く。彼の名は鍛冶屋オルグ。その職人としての情熱が素敵な作品を生み出しました。獣王権返しなさい。次回クエスト35、獣王権強奪。魔敵オルグの笛の音は人を踊らせ苦しめます。そしてガオの戦士たちも、だから止めれ。次回クエスト36、戦士踊る。どうもヤバイバです。ジャグリングオルグでおま、二人揃ってチームサーカス。ワイラの強さにガオレンジャー大わらわ。ラセツ様ついて待っと。次回クエスト37、ヤバイバ燃える。ファイヤー。ミニの鞭さばきでガオキングを調教するざんす。はいはいはい。次回クエスト38、精霊王頂上決戦。人間に地球を守る資格なんてないんだ。ウーダロー、お前は一体。その手を離せ、シロガネ。次回クエスト39、神が連れ去る。神よ、私たち人間を見捨てたんですか。たとえ神が見捨てても、俺は人の力を、希望を信じて戦う。次回クエスト40、天空島滅ぶ。みんな
スマスオルグはいいやつだ。俺は彼と一緒に人とオルグとの和平の道を築くぞ。はあ、次回クエスト41サンタが来た。すべてはラセツ様の恩ために。そうね、ラセツ様のためなら仲間を犠牲にして平気でいられるやつなんかに負けるかよ。ラセツ様。次回クエスト42オルグ忍者侵略。お前に生きる道は残されていないのだ。せめてもう一度みんなに。俺たちは決めたんだ、テトムの手料理で祝勝パーティーするってな。次回クエスト43獅子灼熱する。ガオレンジャー、お前たちの夢食らい尽くしてくれるわ。あみんな。次回クエスト44ガオズロック落ちる。いや今年ももう終わりね、温泉で戦いの疲れを癒しましょう。なんてこらのきにせちゃねえぞ、このヤバイバー様を忘れるない。次回クエスト45戦い終わらず熱く踊るぜ。なに、ガオレンジャーがマトリックスを探してる。こうなったらお正月にはタコあげて羽根つきして体高いやって大バトルで。次回クエスト46正月が襲う。依然としてハイネスは現れず、戸惑うガオレンジャーの前に最強のオルグが。そして残されたヤバイバは釣りですか。次回クエスト47蒸気機関爆走。我らがマスター、今こそその力をお見せください。ガオレンジャー、ウムラの全てをぶち壊す。次回クエスト48奴らが蘇る。みんなには給与が必要だ、一つぐらいリーダーらしいことやらなきゃな。レッド！レッド！バカ野郎！次回クエスト49マトリックス閉じる。我が名は石器、我こそは唯一絶対のオルグの王なり。俺たちは奴には勝てないのか。次回クエスト50百獣シス。ついにガオの戦士の物語がクライマックスを迎えます。最終回クエスト51百獣ホエール。やる気満々だぜ。